G1 安田記念イコール2024年6月2日日曜3歳上東京競馬場芝1600メートル豪華6頭の G1 馬が参戦する春のマイル大決定戦第74回安田記念6月2日イコール日曜15時40分発送東京芝1600メートルの枠順が31日午前 以下のように決まった。昨年のマイル CS2 着はソウルラッシュ、オスロク、池江、ワゴ枠10番。22年は13着、23年は9着に敗れているが、今年のマイラーズカップを制した勢いと安城モレーラ起用の必勝体制で初の悲願達成となるか注目だ。今年は香港から強力2期が参戦。 G17 勝を誇るロマンチック・ウォリアー、16シャムは4枠7番。今年のスチュワーズシーで G1 初勝利を挙げたボイッチ・バブル。1 6優は7枠15番。勝てば6年ぶりシュラック以来18年ぶりの大感となる。ロマンチック・ウォリアーの安城・マクドナルドは10年ぶりの日本での起場となる。昨年のマイル・ CS 覇者ナミュール、メス後 高野は3枠5番に入ったドバイターフ2着からの帰国初戦となった前走ビクトリアマイルでは末足沈黙の発着に終わったが6年連続で牝馬が連帯中の高データの後押しで復活となるか。